翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうもひろとです。よろしくお願いいたします。本日もモンタナスポーツさんに来ております。ありがとうございます。今日はなんとですね、自分の水のプロ初オーダーグラブが届きました。早速紹介していきたいと思います。はい、じゃじゃーん、水のプロの箱ですね、グローブの箱ですね。まあ、早速中身を開きたいと思います。じゃーん、グローブ袋にも刺繍入れてもらいましたね。 T ヒロと、はい、開けていきます。じゃーん、水のプロのオーダーグローブ、こちらは伊藤博美投手モデルとなっております。はい、こちら、まあ、特徴をざっくり言うと、まあ、背面メッシュとなっております。グローブオーダーした経緯ですね、ラガーズと YouTube どっちとも頑張りたいなと思ってオーダーしました。では早速翔平さんに電話かけていきたいなと思います。これ事後報告になっちゃうので本当に申し訳ないんですけど、まあ、いつも夜とか電話してるので、まあ、その時に話せばなと思ったんですけども、まあ、届いてからになっちゃうので今翔平さんがポコチョ中なので、まあ、お邪魔させていただく感じでいきたいと思います。ポコチョ中なんですけど、ちょっとお邪魔します。もしもし、お疲れ様です。もしもし、すいません、今ちょっと撮影してるんですけども、球団などこで撮影してんだよ。あのモンタナスポーツで撮影してるんですけども、ちょっと今お電話よろしいでしょうか。なんだよ、ポコチョやってんだよ。すいません、ポコチョ中に本当にすみません。なんだよ、あの報告がありまして。引退？引退じゃないんですよ、それが。出したいのか、引退。引退はしないですよ。くそーくそ、あーすみません。何、昼だから飯行きましょうって感じ？それだったら自分出すパターンじゃないですか。おごるパターンじゃないですか、それは。ありがとうございます。いえいえ、じゃあ打つ。本当に急に電話すいません、撮影中なんですけども報告がありまして、水のプロのグローブをオーダーしまして、それが届きました。あ、そう。え、届いた？届きました。早っ。え、何？え、何？そんな半年ぐらい前ぐらいにオーダーしてたってこと？3ヶ月前です。あ、そうだよ。はい、知らなかった、そんな聞いてねえな。マジか。すいません、それは了解です。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。多分写真で見せるんですけども、まあ、色とかは青で、紐とか、まあ、連名で使える、まあ、カラーにしました。後で写真を送ります。はい、投手用のグローブをどうやって片付けした方がいいのかなと自分で思いまして、アドバイスをいただけたらなと電話しました。これね、暇じゃなくてね、今それは編集してんの、こっちは今。はい、片付けの相談もよろしいでしょうか。片付けの相談。はい、まあ俺に聞いたところでそんな参考になるのかわからんけど、はい、まずはこの2つの関節、親指と指とこの関節だけ作って、はい、関節だけつけるようにして、あとはキャッチボールしながらっていうか投げながら肩作っていく方がいいんじゃない。いや、本当にシンプルな片付けでいいんですね。いや、シンプルじゃない、別にそんな。シンプルじゃないですか。シンプルじゃないですよ。片付けするときは本当にそれの工程だけでいいってことですもんね。そうね、なんでどうしてか分かる？分からないですね。だって自分が好きな方にしたところで、じゃあ、あなたは自分が投げてて、投げるときってグローブ潰したりするんじゃん。そのときに潰す方と、潰しちゃってるその形と、君が好きな方をこう2つ出したときに合ってますかってことのところなんですよ。君からしたらまだそんな 浅いじゃん、ピッチャーなんて。ピッチャー浅いですね。に自分の理想の、型にしたところで、はい、実際君が投げてるフォームとか、縦振り、横振り、オーパースロー、スリークォーター、サイドスロー、アンドスロー、わかんないけど、その投げ方によってやっぱグローブのこの潰し方とかそういうのってあるわけですよ。はいはい。そもそもピッチャーやる上でグローブをグッと掴んで潰すのってもう当たり前なわけよ。だって投げるってことはさ、右腕をさ振るわけじゃん。振りますね。右腕を振るってことは左腕も
逆に振らないといけないじゃん。簡単に言えば走る時って左右さ交互に振るじゃないですか。振りますね。交互に振って強さを腕を振ることで前に進むわけじゃん。はい。ってことはさ、投げる時もさ速い球投げたいんだからさ、グローブの方で壁を作ってそこから体重移動して投げるわけだから、その時に、はい、右腕でこう棒腕を振って投げるのに左使わなかったらどうなりますって話じゃん。力が入りにくくなります。はい。ってことはその体のその体重移動でどんぐらいのね、グローブの腕の振りとかそういうのもすぐ分かんないけど、はい、それによって型って変わってくるわけですよ。だから一概にその型、自分で型付けをしたところでその型通りのその投球フォームというか、はい、グローブの振る仕方になるとか限らない。自分がよく知ってるんだったらいいと思うよ。いつもいつも使ってるグローブがこうだからこのグローブの型にしましたなら分かるけど、はい、大して分かんねえで自分の理想で型付けしてるんだったら一回しないで関節だけ、その実際に投げるときに使うあの関節部分だけほぐしといて、あとは投げて自然に型付くのを待つ。それで初めて自分の型はこうなんだっていうのを理解して、このグローブからそういう風に型したらいいんじゃない、型付けたらいいんじゃない、なるべく自然な形にするとグローブ。そう、あとペシャンコだと掴みが見づらいから、掴みづらい、グッと掴むときにペチャンコペチャペチャだと噛んでる感じがないわけよ。だからパークってあるでしょ。パークあります。パークもさ少しさこう握ろうとしたらさ圧があるじゃん。あと同じでグローブ握るときもペニャペニャよりちょっと硬い方が握りがいがある、潰しがいがある。それを意識した方がいい。掴むよりやっぱ投げる、ボールを取るよりかはやっぱ投げる方に充電した方がいい。投げた後の自然な型を見て、あ、こういう型なんだって自分の理解して、それで片付けんだよ。参考になりました。とりあえず理解しねえだろ、どうしようも。関節をつけるという。あ、まず関節つけた方がいいよ。関節だけつけて、土手のね、土手のとこ、土手の両サイド、はい、関節だけつけて、あとはそれでキャッチボールをひたすらやっていく。ピッチングやってキャッチボールしていく。わかりました。まあ、フィールディングはもちろんあるけど、最初はやっぱさピッチングなんかさ投げるだけじゃん。投げるだけです。だからまず型をつけるだけでいいんですよ。投げていって参考になります。それははいはい、ありがとうございます。ではありがとうございました。はい、じゃあね。はい、お疲れ様です。失礼します。はい、今回はこちらの水のプロ伊藤博美投手モデルをオーダーして紹介してきました。あと翔平さんに急に電話かけてグローブを買いましたという報告と片付けのアドバイスをいただきました。今回撮影したモンタナスポーツの詳細はこちらの概要欄の方に載せておくので、こちらの方もぜひチェックの方お願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃさあ翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。